こんばんはー養天ゆりなですイえ。めっちゃ眠いなんか今日はめっちゃ眠くて超眠いです今日は ちょっと早く寝そうっていうか早く寝たい <laughs> って思っちゃってます眠いですシンプルに本気で眠いなんか今日めっちゃ大人っぽく見えてしまうんだけど <laughs> なんか今日めっちゃ大人っぽく見えてしまうんだけど大人っぽく

ちょっとさぁ煽りになんないようにしたけどさどう頑張ってもさなんかなんだいっけな机と合ってなさすぎて高さがなんかめちゃくちゃあの煽りがかく <laughs> めっちゃ煽りがかくだけどまぁ、あ、気にしないでください なんかびっくりするぐらい今日めっちゃ目が乾燥してるだこの部屋が乾燥したんかなもう、まあ、それもあると思うけどうんあ新鮮なアングルでしょうね <laughs> それ さそれでねだねってありがとう、確かに確かにサラサラではあるん私髪がサラサラじゃなかったことがさ生まれてこの方さあんまさないんだよね まあ残念ながらそんな記憶はないんだけどね。<laughs> そんなにそんなにでも本当にストレートだんだないって言われるけど昔テンパだったからねシンプルにすごいテンパっていうかもう、まあ、普通にうねってたよっていうテンパだったからそうだからなんか正直なんかいやそうなんだよねしかもさなんか ここの照明的に黒に黒見えないよね服が黒いからさ多分本当に黒髪だったらさこれなのよ色がだけどさちょっと黒じゃないんだよねうちの髪の毛天然の天然の黒みたいなちょっとあの何言ってんのか分かるかなだからね天然の黒みたいな真っ黒すぎずなんか うーんなんだろうねいい色って言ったらいいのかなそうあなんかすごいの立ってんのだけどちょっと待ってあちょ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 間違えた何これええー、地道な走り屋さん舞台感想お疲れ様あんだありがとうだってええー、ありがとうございますえー、なんのやつ 何の絵だこれかわいいクマがなんかか,か,じんかじられてるんだけどかじられてるんだけどかわいいありがとう <laughs> 私もさっきまでドボンやってました今ね私ね携帯で配信してるんですよショールームをだから今ねドボンできてないんです実はでもさっきまでやってたんですよドボン そうでショールームやろうってなってドボン止めて今ショールームしてるんですけど携帯でショールームやってるから今ドボンやってないんですけどそうちょっとできないからねショールームやっちゃってる。 えー、日本にいて川に行っていかないとえー、骨付きより最高ありがとうございます嬉しい今日はなんか一段となんかシンプルにあれじゃない黒いからじゃないあと多分照明がなんかいい感じになんて言ったんだろうな

いや、えー、きれいなお姉さんこんなことやらんからありがとうと思ってっときれいなお姉さん向いてないの私だってさきれいなお姉さんだんだんじゃないもん私はどっちかっていうとおふざけてるおふざけおふざ,おふざけてる要因だからきれいなお姉さん要因じゃないの 別にビジュアル担当でもないのていうかさビジュアル担当って何 <laughs> なんかビジュアル担当ってあるじゃんえ何ビジュアル担当って担当があるのアイなんか少人数のアイドルさんってさ担当あるのかなあでもさあ,のあれか自分のカラーがそもそもにあるのかってってさ 例えばさ、ブルー担当とかさイエロー担当とかさピンク担当とかさ担当がさあるんだけどさもちろんのさ AKB って人数の多いしさ担当もなければさまあよくさどっちかっていうとさ王道アイドル系の子たちとかバラエティーの子たちとかはあるけどさまあ担当ではないよねみたいな、まあ、グラビアやってる子たちとかさモデルやってる子たちとか。 そういういのあるけどさ、担当ったぶん56人とかじゃないとさ担当ってそのもう担当じゃんお掃除担当みたいな感じでしょ学校の。ということはやっぱり少人数は担当できない担当っていう名前名前の付け方はやっぱできないんだよねやっぱ少人数少人数じゃないからうんだよね確かに。 じゃないやと AKB めちゃくちゃ、めちゃくちゃむずいよね。人数多すぎ問題発生しちゃうもんね。うん、萌え台詞担当 <laughs> ごめん、全然萌え台詞とかあんまりやんないんだけど、うち。ごめん。マジでちょっと燃え台詞 美れしい多すぎるとそう,いう感じゃなくなったキャラだから言ったもんが時間もだって確かにでもさ本当にさなんかさビジュアル担当ですとかって言ってる人とか本当にいるもんねうん なんだかんだ言って萌えゼリフ得意ですよねだって全然得意じゃないよ萌えになってないもんっていうかユリナ基本あのね中身少年だからさもう本当にさ申し訳ないんですけどマジで少女漫画なんてさ高校生以降ない読んでないのよ <laughs> もうずっと少年誌ばっか読んでるからさもう中身は少年だからさ萌えゼリフやるけどさ萌えになってないのあとさ萌えに興味なさすぎてさ は別に勉強してないし本当にね適当 <laughs> 萌えが分かんない何言ったらみんなが萌えってなるのかも分かんないんだよ本当に全然分かんないでもなんかそういうのってさ結局可愛い子がやってとか若い子がやってとか感じちゃうもうなんかうちらがやるのってさ正直さ罰ゲームっていうかさ盛り上げ要因でしか萌えやんないのそうあとうまい子とかねだから結局あんま萌えやんないんだよね マジでめっちゃ嫌い手がめっちゃ苦手うん でも別にもう燃えずる要因になろうと思ってないしなんか別に需要あると思ってないから <laughs> そこに関してはもう全然何にも何にもかんにもって感じですようん演技やってるからやれって言われたりできるよ全然だけど考える頭は持ってない自分でシチュエーションとかセリフとかって感じなんでそんな燃えが好きなのみんな めっちゃ気にななるんだけどなんかさ何で前が好きなのそんなにだってさあんなの言われないしあんなの超非日常的じゃんそれの何がいいのフフ <laughs> かんない 日常だからいいいんですあそういうこと確かにだってさあんなさなんさ聞いたことないんだけどうちなんか思えずりの定番のさ定番のことなんて日常で聞いたことないの言うなそうどうなんだろうって思っちゃう いや私もう年上お姉さんとか言わないでほしいもうほんと年上っていう言葉にもうさんざん飽き飽きさんざん飽き飽きなのよウフ <laughs> お姉さんっていう言葉ねもうねもうね散々んん飽き飽きなんですよ、うん、ちょっと一瞬目薬だけさしてマジで本当に眼球眼球が乾いて乾いて乾きすぎてやばいわちょっと干からびるわマジでメンタが。 ね、みんなは何って言われたら嬉しいんですかねなんて言われたら嬉しいんですかねなんか可愛い,いとかかっこいいとか虫のいいとか綺麗だねとかいろいろあると思うんですけど うん何が嬉しいんだろう何が面白いもんですかみんなもうユ結菜は何が嬉しいのか分かんなくなってきちゃったけどうん何がね 嬉しいのかわかかんんんななないよねねだろう、ね、なんかさまあとりあえず本心で本当に褒めてくれたら何でも嬉しいよね正直 <laughs> お服を空にしようとか嬉しいですってああそうなんだええー 言葉よりも気持ちですね。わかるー。めっちゃわかりますいや。言葉より行動ですよね、完全に。だってさ、例えばさ、なんかさ、うちらもさ、応援してますって言うのは簡単なの。正直。だけど、何をどう応援してるのかみたいな。だから具体的に、あこの人はこういう応援の仕方、握手会に毎回来てくれるとか、なんかね、SNS で毎日私のこと、 なんか拡散してくれてるとかそういう具体的なさ「あこの人の本当応援してます」って「あーうんうん」って分かるじゃん,なんかそういうそういうのがやっぱりさ嬉しいよね「応援してます」ってさ言うのは簡単だからさ「最近よく友達ねえじゃんかわいい」ってめちゃくちゃ言われるだってえー、本当に嬉しいんだけどそうなかなか応援してますっても なんかね、あのね何だっけななんかねあのなんか別に課金とかなんとかないなんとかそういうのないけど細々と応援してますみたいななんか本当に何かをするわけじゃないけどシンプルにみたいな,な,なんちど,どういう言い方していいのかちょっと難しいんだけどみたいなねとかもねまあ応援だからね一応。 まあ結局会いに来てくれる人が、まあ一番って言っちゃいけんけど、まあでもやっぱ会いに行くってなかなかの行動力と、あれが必要だから、やっぱり会いに来てくれるっていうのはめちゃくちゃ嬉しい。まあ、会いに来るなり、オンラインなり、まあそういうのはね、やっぱりね、結局ね、やっぱね、うん、って思っちゃう。だって、正直、大変じゃん。 それを捨てても会いに来てくれてるっていうのはなんか本当に好きじゃないとしないしもうちょっとやそっとの気持ちでできる人ってすごい少ないと思うの。なんか本当にすんばらしいふっかるのんのっていう人じゃないとできないじゃん。って思うとさすごいよね。 あそうだゆりのさ今日さまだ更新されてないと思うんだけど一応ね「舞台トタクシー」のねブログ書きましたファンクラブのブログ書きましたあのー、多分まだ更新されてない、まあ、なんかマネージャーさん忙しいっぽくて返信来ないから多分見てなくてまだ。 だけど今日のねもう午前中には実は書いて送ってるんですよだからまあ今日の夜かな多分には更新されるかなって思ってるんでまあよかったらぜひ見てくださいまだ多分更新されてないのではい更新されたら見てくださいあそう DVD かもね 決まったんですよそうなんです DVD かも決まってね本当にいにうちの親もね配信うちの親来れなくてやっぱり遠いから仕事的に来れなかったから配信をねうちの親も見てくれててで DVD もね ゲッチュ,ッチュしてくれたっぽいっす予約かもうねなんかしたよみたいなこと言ってたうんうん でもみんなが髪切ったらねめっちゃしかわるけどユナが髪切ったら多分これぐらいかなこれぐらいこれぐらいですこんなもんかな切ってももう画面に映ってないんだよでもこれぐらいかな今めっちゃ長いのマジで超長長いいろんなもんに踏みすぎてて超長いからこれぐらいかな切っても今までの長い私に戻るぐらいかな こんなも1 0ンチぐらいですかね切るとしてでーすと思ってまーすだいぶ伸びました そうめっちゃ伸びたんですみなちゃんに悪いけど自分のおっよりもショルムあんまりしないだっていいんじゃないしなくて全然だって正直ショールームの配信なんてもうめちゃくちゃ自由なんですよこれは本当にあに自由だしマインチャイズとかやってないんだったらそれはねファンの人からしたらタダで見れるこんな素晴らしいコンテンツ めっちゃやってほしいと思うかもしれないけどまあそんなねなんか人にもよると思うそんな暇がないメンバーもいっぱいいるしなんかね正直そうだしなんか気分が乗らない日とかも普通にあるのやっぱり。だからあの全然あのねもうその推し,しちゃんが。 だから今日はなんかちょっとやってもいいかなって思うなんかこう乗り気になったタイミングっていうかね自分がそのアイドルでできるその多分その子のもなんだろうな今日はちゃんとできる日だみたいなその何,何,何,何があったとしてもできる日だっていう時にやって万全なアイドルを見せるのが一番いいと思うから全然ねなんかあんまりねできなくてもね それはそれでねいいと思いますようんなんかねショールームはね私も毎日やっててもう本当にもう本当に賛否両論めっちゃ分かれるから <laughs> あのー、なんだろうなー なんかね私はね正直ねショールーム毎日アイドルね向いてないってよく言われるんですけどいやまあその通りだと思うんですけど <laughs> そう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 いやまあに毎日はねやっぱりね大変あの時間をねとりあえず一日のスケジュールで絶対的時間を気にしないといけないの今日仕事がこうだったじゃあどうしようみたいなどのの仕事のタイミングでやるかみたいな。 どこにね事故もうか。あ、今、え、やる場所あるかなとか、え、帰ってきていあの、時間、間に合うかなとか、疲れてても絶対やらないといけない、あ、顔死んでんなみたいな。あるのよ、正直。<laughs> 結構、一日がショールーム中心で回ってたりするから、結構ね、大変な時は大変。 でもうんうんうわ <laughs> すごい難しいつもりだもしーロームができるようになった日に戻れたとしたらまた毎日配信するいや毎日配信はしないと思います多分うん今はもう6周年で7週七年目毎日アイドルなるけど多分ね最初の数年でやめてるかな なんか最初のそれこそあのアンロケとかのあの辺の時時代の時私が10代の時かなあの辺の時はすごいあれをきっかけにファンの人がすごい増えてくれたのと私とショールームきっかけでめちゃくちゃファンの人が増えてくれた時もあったんですよだからその時にやめておくべきだったなと思いましたこれは今でもファンの人に言われます正直。アイドルを やめた方がいいよって言ってくれるファンの人もいるしいやでも続けてほしいって言ってくれるファンの人も正直、あのー、もう6年やってて6年やっててとかもっとやってるんですけど本当は本来だったら、まあ、7年ぐらいやってるんですけど毎日やっててもうすごいこれに関しては分かれるけどまあ私は今んところまだやってるよっていう。 だけなんですけどでもなんか何事も引き際って大切なのかなっていうのは一つのお勉強にはなったかなと思いますけどでも今でも結局うんショールームきっかけであの握手会とか来てくださったりとかする人とかいるんですよ実際に。まだ <laughs> いるんですよ。 そうだからまあそういうのがあるとなんかしんどくても正直しんどくてなんかもうつらくてなんかちょっともうやるのしんどいなって思う日も正直ありますそれもありますもう仕事の仕事的にもメンタル的にもきついなって思う時正直ありますだけどまあやっててよかったかなって思うところもありますなんかそのそうやってやっぱり仕事的にもいっぱいいっぱいでなんかその15分 15分あったらじゃあその15分休みたいなって思ってしまう日もあるんですよどうしてもだけどショールーム楽しみにしてくださってる方がいるからやってでそれで毎日やってくれて嬉しいって言ってなんかゆなちゃんのショールーム見ないとなんか一日終わった気がしないよって言ってくれるあの人もいるからそれは本当に。 まあ少ないですけどいるんですよ。やっぱりそういう人の、やっぱ、はやっぱり本当にすごい嬉しいなって思います。だから、まあ私結構素直に全部表に出てしまうので、<laughs> なんかできれば本当に皆さんも、あの優しい温かいコメントばっかりを載せてくれるとすごく嬉しいなって、あのー、思います。その、そしたら、 あのー、私も嬉しい毎日続けやすい <laughs> でもまあ私がねよくない配信をしてしまってた時期もあるんですよもうそれも,もう私が悪いし正直何か私に余裕がなかったっていうのもあります私の心の敵にも皆さんの多分いじってるようなコメントですら私はその時は本当にバカにされてるのかなってずっと思,思っちゃうみたいなちょっと時期もあって。 それはよろしくなかったなって思いますけど、未だにしかもそれを言われるんですよ、まだ。<laughs> それを、なんか未だに、仰店の配信ってこういう配信だよね、みたいな、その時期のことを言われるのは、ちょっとね、<laughs> 自分が悪いんだけど、うん、って感じ。<laughs> まあでもね、結局さそれこそ舞台のさ舞台の犬猫の本番中に武道館のレッスン始まっちゃってさ終わって武道館のレッスン始まってで次の舞台とアンケートでなんか本当にちょっともしかしたら忙しすぎて続けられないかもみたいな言ってたじゃないですかいや結局続けられてるからねうち <laughs> 結局続けられたわ。なんか、結局乗り越えられたわ、私。そう。え、でも本当にあの時は、なんかもう、なんかもう6時とかに起きて、なんか寝るのも24時みたいな。いや、寝るのも24時は早いんだけど、それまでにね、いっぱいいっぱいやってたから、なんか、え、ちょっとやばいかもなって思ってたの、私が。そう。え、だけど、乗り越えられたから、もう、 よかったしかも風もひいてないのやばくないマジでって思っちゃったよね自分でだって周りみんななんかちょっとさ体調崩しててさ仕事休んじゃったりとか結構こう流行ってたのよそうみんなコンコンとかさ言っててやばいなやばい今もらったら私仕事穴開けられないんだけどと思ってやばいと思ったんだけどここで乗り越えちゃったよね <laughs> <laughs> 乗り越えちゃったよねほんとねショールームもさなんかちょっとしんどいかもって思ってたんですよ時間的にねできる時間がちょっとないかもって思ってたんだけどいや行けちゃったよねマジでありがとう褒めてくれてありがとうまあもっと褒めてくれてもいいんやよ <laughs> いやちょっとほんまにほんまに頭の中沸騰するかと思ってたから自分の中で <laughs> でもいけたわなんかあまだ自分の脳みそ若いなと思いました <laughs> まだまだ脳みそ若いわと思いました あそんな感じでねちょっと私もドボンまたやるわ今ね携帯でね携帯でねしかもやってるしねここ w i f i ないから w i f i あるんやろうけど w i f i 見つかんなくてこ,こ w i f i ないからさ普通にあれでやってるからちょっとねもうドボンにも戻らないといけないしそろそろ終了にしますわとりあえずファンクラブのブログ書いたからおとたくし届くの楽しみにしてて多分今日の夜にはね多分あの載せてくれると思います 13位、ゆうたさん12位、まー、あ、にゃんさん11位ロ、ロテッジさん、えびなにまだゆきちゃんいるかなだってゆきちゃん、えびなにもういないの <laughs> 10位、近いしんさん、9位、ひかりひかくさん、ミステリーキスの曲姫としておあ、何がいっちゃ好きっすか、みなさん8位、しんどさん7位ゆゆず、ゆずゆずさん株式会社おでこええー。 6位久賀さん5位サムスさん今日もキュートであ天4位ビトーマスカットさん3位ワイマツさん2位ナアラさんそして今日の第一位は地道の柱さんです舞台感想お疲れ様ありがとうということで地道の柱さん熊さんタワーありがとうございます無事で終わりましたというわけでありがとうございますちょっとドボンランキングとか読みたいんですけどあの今私携帯でショールームしてるので 申し訳ないんですけど、ドボンランキング読めないという。申し訳ないです。ごめんなさい。もう携帯で配信しちゃってるから、ドボンもね、今、いつも配信しながらやってるんですけど、携帯使っちゃってるから、ちょっとできなくて。これもまた、この後、またやります、ドボン。皆さんも協力、ぜひともよろしくお願いします。あと、2日なんで、協力のほど、よろしくお願いします。というわけで、今日も見ていただき、本当にありがとうございました。というわけで、皆さん、また明日の配信でお会いしましょう。それじゃあ。 はい。